ーちゃんのね、プーちゃんのお家のお掃除をしていきます。プーちゃんのお家ね。で、今日プーちゃん家に来たばっかの時は、下に敷いてるペットシートをかじってしまってたんですけど、かじらないようにこのすのこをこうやって敷いてました。今日ちょっとこのすのこなしで生活してもらったんですけど、プーちゃん噛まなくなりましたね。ちょっと汚いですけど。だからペットシートを噛むモルちゃんも慣れればペットシート噛まなくなる可能性があります。ねえプーちゃん、プーちゃんちょこってるの？爪切り終わったあの後なんで、プーちゃん警戒態勢。あーかわいい。じゃあプーちゃんのケージの掃除して、今日もこのすのこなしでセッティングして、またプーちゃんがペットシートをかじらなければもうこれはいらないので捨ててしまいます。じゃあちょっとプーちゃんのケージのお掃除して、ロイヤルちゃんのケージのお掃除をして、あとウサちゃんの掃除をして、でその後ハムちゃんにご飯をあげて終わりです。今日のお掃除はそれで終わりです。であなたたちくつろいでるね。2人で仲良くくつろいでますね。まだ掃除してないんでウサちゃんたちは汚いんですけど。ねえロイちゃん、ロイちゃん、ロイヤルちゃん、ロイちゃん。ロイちゃんはね、初めからあのペットシートそのまま引いて、その上にチモシー引いて、こう最近は寒いんでふかふかのブランケット引いてあげて、あ、やばい、オスとメスなんでね、プーちゃんとはちょっと別々に生活させてるんですけど、あー、相引きしてるね、本当は最初はロイちゃんとプーちゃんをね、繁殖させたかったんですけどね、お嫁さんでロイちゃんをお迎えしたんですけど、ロイちゃんがロシアンスモークモルモットね、プーちゃんはイングリッシュなのかな、ちょっと毛が長いですけどね、なんかロシアンスモークとかけた方がいいんじゃないかっていうことで、ちょっと しばらくねモルちゃんのブリードはしないですが、ねえプーちゃん、プーちゃん早くお掃除してください。はい、じゃあ、お掃除終わると大体プーちゃん勝手に自分のケージに戻ってくれる、あ、おしっこしたくれるので、なんだあの歩き方は変だぞ。プーちゃん、じゃあちょっとお掃除していきます。モルちゃんのねお掃除はウサちゃんより簡単ですね。なんかウサちゃんはトイレの掃除もあるんで、モルちゃんトイレ床の掃除すればトイレの掃除も終わるんでね、なんかモルちゃんの方が私は楽ですね、お掃除ね。ね、汚れますけどね。よいしょ。ね、落ちてるチモシーとウンチを拾って。消毒します。プーちゃん、プーちゃんなんか動きが変なんだけど大丈夫？ちょっと拭いて。プーちゃんご飯食べてる。怖いですね、モルちゃんは。でもモルちゃんの方が爪切り楽かな、ウサギより暴れないんで、あんまり。はい、でモコモコ変えます。はい、プーちゃん今日ピンクで、ここにチモシーを入れて、映ってないか、チモシー入れて、プーちゃんのお掃除は終わりです。
プーちゃん戻って。あ、戻って。プープー戻って。あら。プープー。あ、戻った。あ、大丈夫。プーちゃん大丈夫？戻ってください。あら。今日は全然戻ってくれませんね。プーちゃん。プーちゃん戻って。戻らない。あ、戻りそう。戻りそうなんですけどね。あー、頑張れ。太ったのか。どうした？ふーちゃんどうしたの？ふーちゃん入れなかった？これどかそうか。はい、どうぞどうぞ。ふーちゃん頑張れ。ふー、あ、戻った。はい、おめでとう。ちゃんどうぞこれ。あ、ごめん。ちゃんどうぞ。はい、隠れていいよ。はい、ぷーちゃんどうぞ。はい、じゃあぷーちゃんのお掃除終わりです。はい、ぷーちゃん終わりね。はい、次ロイヤルちゃんですね。ロイヤルちゃん。ロイヤルちゃん、お掃除します。ロイちゃん、ロイちゃんも爪切ったから、ママ怖いですか？お、ロイちゃん、ロイちゃんも最近この高さをね、やっと超えられるようになって、お掃除するとき自分で出ていくようになりましたね。今までは私が出してあげないと出れなかったね。体プーちゃんより半分ぐらいなんで、なんかあんまりやっぱ汚れないですね。ペットシート取ったら結構綺麗。ロイヤル8月生まれなんで、今90、もうすぐ3ヶ月になる、のかな。3ヶ月だと大人のサイズになるのはね、モルちゃん何ヶ月ぐらいなんですかね。結構プーちゃんと比べると半分ぐらいしかないですね。プーちゃんが大きいのかな。ちょっとモル買いが初めてなんで、ね、ロイヤルちゃん小さいね。いや、女の子の方がなんか小さいんですよね。それにしてもね、半分ぐらいだもんね。ふーちゃんすごい大きく感じるよね。ふーちゃんのふかふかはあんまり汚れてないから、このままにするね。ふーやるちゃん、ふーちゃんはでも自分で戻るってことはしないのね。ふーちゃん後ろと前と、あ、おちゃんぽおしまい。はい、これでロイちゃんのお掃除もおしまいです。あとね、チモシ上から入れてあげて、モルちゃんの今日のお世話はおしまいです。